火の鳥は火の鳥を物語の中心にした手塚治虫による連作シリーズ漫画及びアニメーション映画舞台劇である。それらを原作とした映画、アニメ、ラジオドラマ、ビデオゲームが作成されている。手塚治虫の代表作の一つであり、ライフワークと称される。手塚治虫が漫画家として活動を始めた初期の頃から晩年まで手がけられており、 手塚治虫がライフワークと位置づけた漫画作品。古代から遥か未来まで地球や宇宙を舞台に生命の本質、人間の業が手塚治虫自身の独特な思想を根底に壮大なスケールで描かれる。物語は火の鳥と呼ばれる鳥が登場し火の鳥の血を飲めば永遠の命を得られるという設定のもと主人公たちはその火の鳥と関わりながら悩み、苦しみ、戦い、 残酷な運命に翻弄され続ける。作品は、時系列順備は執筆されず、雑誌、コム以降の連載作品では、過去、未来、過去、未来と交互に描き、手塚本人が死亡した瞬間に作品が完結するという構想で描かれていた。この作品に、多くの漫画家が影響を受け、数多くの映像化、アニメ化、ラジオドラマ化が行われた。火の鳥は、変と、 名のつく複数の編から成り立っている。最初に連載されたのは1954年、学童社の漫画少年の霊名編だったが、学童社はその後約1年ほどで倒産し未完に終わる。1956年に雑誌少女クラブにエジプト編、ギリシャ編、ローマ編が連載された。そこから期間を明け、1967年に雑誌コムに構想も、 新たに、黎明編が連載された。さらに、未来編、マト編、宇宙編、鳳凰編、復活編、羽衣編、傍教編、乱性編と書き継がれたが、同詞は、休館になる。1976年には、雑誌、漫画少年で、改めて、傍教編、乱性編が連載され、さらに、生命編、異行編も連載されたが、同詞も休館する。 1986年に小説誌野生時代で太陽編が連載された。各エピソードは一つの物語として完結しているため、朝日ソノラマ出版版や門川版などの一部では、大、巻きとせずに、変とだけつけていた。手塚の生前は、このような関数表記のない単行本が主流であった。手塚が生前執筆した、火の鳥は太陽編までであるが、 その後も複数のエピソードの構想が練られていた。火の鳥は過去、未来、過去、未来と交互に現代に近づいて描かれるが、手塚は自分の死亡時刻を現代としており、現代編を死ぬ瞬間に一コマ程度描くと公言していたが、それは叶わなかった。火の鳥の物語は円環構造を成している。 作中の時代においては最も先の時代を描いた未来編のラストは黎明編に回帰する構成になっており、作品自体が連廻を無限に繰り返すような作りにもなっている。1980年に公開されたアニメーション映画、火の鳥2772愛のコスモゾーンは漫画の映像化ではない手塚オリジナルの物語であり、火の鳥全体を総括するような内容になっている。 本作は、火の鳥の世界の結末の一つが描かれている。手塚死去のために描かれなかった内容は、セガから発売された2003年のゲーム、アストロボーイ、鉄腕アトムマイナスアトムハートの秘密や2006年の、ブラックジャック家の鳥編などに一部着想が、活かされている。また、作家の桜庭和樹が、小説美の鳥大地編を執筆している。ブッダは、雑誌、 コムの休館時に火の鳥投洋編として出版社から企画されたものであった。そのため作風やテーマ性が共通し、花が大きな人物など共通の登場人物が数人出てくる。1989年に手塚がストーリーを手掛けた舞台劇火の鳥が上演された。2月8日にスペースゼロにて初演を迎えたが、翌2月9日に手塚が亡くなったため、 急遽追悼公演として上演されるようになった。手塚の不法を知ったスタッフが午後7時の公演時間に合わせて奥闇の場内アナウンスを流すと観客席からはおえつが漏れ舞台の最中にも止まらなかったという。その後、この舞台劇版は講談社から発売されている手塚治漫画全集386巻別巻手塚治虫シナリオ集や 朝日新聞社から発売されている全部、手塚治虫。樹立者の手塚治虫 SF 小説の玉出箱等でシナリオ原稿を読むことができる。この舞台劇版は手塚存命中に発表された最後の作品であり、手塚治虫記念館の1階の入り口近くにある作品年表でも最終作として記載されている。ここでは複数の編にまたがり登場する。 人物等を紹介する。また、声は各種メディアでの声優、縁は実写版での俳優。上述してある通り、火の鳥という作品は読む順番を入れ替えることも可能であり、多くの出版社から単行本が発売されているが、収録順は出版社によって様々である。現在までに手塚治虫が描いた通りの順番で収録された単行本は一冊もない。下記では、 手塚治虫が描いた順番で紹介する。この他、手塚以外の作家により作画された連載作品として、アニメ映画、火の鳥2772愛のコスモゾームの内容をもとにコミカライズしたミクリア・サトミによる漫画がある。詳細については、当該項目を参照。上記とは別に手塚が、胃がん中の病院のベッドで手掛けた作品。 舞台劇の鳥が存在し、この舞台劇が公開された1989年2月8日の翌日に手遣わなくなっている。この舞台劇の時代背景は西暦2001年である。2012年3月現在、入手可能な単行本は以下の通り。またコンビニ用の B6 版コミックが2011年2月から7月にかけて秋田書店と 朝日新聞出版の共同企画で全7巻が発行され、2015年4月からは秋田書店から合本形式で全5巻が発売された。手塚治虫は単行本を出すたびに、その都度内容や絵に手を加えており、現行の単行本でも大きく分けて3つの種類がある。朝日そのラマ版と角川書店版と復刊 .com 版である。講談社の漫画全集び、 文庫全集は朝日ソノラマ版である。小学館クリエイティブ社の版は、角川版の内容に、雑誌版の二式ページを再現、扉絵を収録したもの。そして、2011年版コンビニコミックは角川版、2015年版コンビニコミックは朝日ソノラマ版である。手塚による過筆修正の順番は、雑誌掲載版、朝日ソノラマ版、角川書店版である。 それぞれ編によってはストーリーが大きく違うものもある。復感 .com 版は手塚が手を加えてない雑誌連載時の状態がそのままが読める単行本である。宝塚市立手塚治虫記念館前に設置されている日の鳥のモーニュメント一連の作品の一部はラジオドラマかアニメかテレビゲームかまたは実写映画化された。 火の鳥は1978年8月19日に公開された日本の特撮アニメ映画。制作は東宝、火の鳥プロダクション。配給は東宝。イーストマンカラー、ビスタビジョン。上映時間は137分。第一部である霊明編を映画化。劇場映画での主演歴を持つ出演者12人。監督以下、谷川、腰の山城。 ルグランが世界的知名度の高いメンバーを結集した、スタッフ人と超豪華な顔ぶれで話題を集めたが、工業成績は、都市部ロードショーの盛況に反し地方工業が惨敗。トータルの配給収入7億は2010年代の、工業収入に換算すれば二十数億に相当する、中ヒットといったところだったが、製作費の高さに見合わず、初期構想では、実写、第一部と、 フルアニメーション第2部の2部構成で手足校長だったことから一部では決定へと報じられ、シナリオも完成していた、続編、宇宙編は、お蔵入りすることになった。おみとしのりのデビュー作であり、表記は、おみとしのりとしている。ピンクレディを踊る狼、瞳の中に燃え上がる、怒りの炎といった遊びの過ぎたアニメ構成が多く、壮大なテーマが結実しないうちに映画がさっさと、 出来上がってしまった印象など批評もかんばしくなかった。市川監督自身も同年に NHK ラジオ番組日曜喫茶室でラッシュを見てこんな映画を撮った監督はどこのドイツだと思ったと冗談交じりに失敗作を示唆している。現在のところ本作は CS での放送は行われており2015年10月から各種サイトで映像配信も行われているが 未だ映像ソフトは発売されていない。東方特撮封印作品を販売するドラマ、CD 発売会社グリフォンは、ノストラダムスの大予言と、十字に雪男のドラマ CD の広告のもとに、東方特撮封印作品ドラマ CD シリーズ第2弾として、糸例大作戦と本作のドラマ CD の発売を予告していたが、実現せずに未発売に終わった。キャッチコピーは、 羽ばたけ、永遠の鳥を燃える炎の中に愛の宇宙が見えるまで。キャストスタッフテレビ放送1981年1月5日20時2分22時48分、テレビ朝日系列で新春特別ロードショーと題してのテレビ放送が行われた。途中21時24分21時30分にはアンニュースが放送された。火の鳥、 第2部前日の実写映画、火の鳥は本来は2部構成であった。しかし、実写版は独立した作品となり、本作はシナリオが作成されていたにもかかわらず、制作には移らなかった。結果的に本作の計画は、火の鳥2772愛のコスモゾーンへと、つながった。本作は、火の鳥の世界の結末の一つが描かれており、実写、第1部と、 作品が輪念する予定であった。現在、この火の鳥の内容は、カーデショ防震者の手塚治萌、コンテ大前六化の鳥二千七百七十二で読むことができる。内容は、未来編、宇宙編、復活編、防空編を総括したような作品になっている。あらすじ生歴二十三 x x 年。人類は、スペースリープ広法という手段を発明し、 自由に宇宙を移動していた。主人公は、牧村総合、29歳、一流の宇宙ハンター。牧村は、試験管で生まれた人物であり、家族は、オルガと呼ばれるロボットしかいなかった。牧村にとってオルガはアシスタントであり、妻であり、娘であり、かけがえのない存在であった。ある日、牧村は、地球連邦移民局の局長である、ロック長官に呼ばれる。 そこで永遠の命を持つ、火の鳥という生物を捕獲することを命じられた。牧村は、レオーナと千尋という二人の男女と出会い、一緒に旅に出ることになった。レオーナと千尋は、旅の途中で、エデン十七という惑星に降り立ち、仲間から外れる。牧村は、レオーナから火の鳥が住んでいる惑星について聞き出し、そこへ向かった。その惑星は、超人が、 人間のように生活している惑星であった。牧村は火の鳥の情報を聞き出すために、ポポヨラという超人の娘と接触した。ある日、オルガが突然、ポポヨラこそが火の鳥であると語り出す。牧村はそれを知り、ポポヨラと戦い、正体を表した火の鳥から血をもらう。牧村は地球に帰ろうとするが、地球の周辺まで近づくと地球から攻撃を、 受けるようになった。それは地球の人口増加、食糧危機、宇宙民の反乱などを防ぐために宇宙民を地球に入れないとするロックの判断であった。宇宙民は移民連合を組み、地球と対抗する突撃隊を組織した。牧村は移民の中でレオーナと千尋の娘であるロミを見つける。ロミは両親であるレオーナと千尋を亡くし、15歳になり、 美しい地球に憧れるようになり移民連合に参加した。牧村はそんなロミに恋をするようになった。牧村は愛するロミのためにロックと戦うことを決意する。移民連合でたくさんの人間が亡くなったが、牧村トールは地球へと潜り込むことができた。牧村とロミとオルガは荒地に巨大なドームのような建物を発見する。その建物には、 サルタヒコという博士が住んでおり、そのドームには世界中の動物、植物が冷凍保存され集められていた。その時、地球は連鎖爆発を起こし、滅びてしまう。サルタ博士も死に、オルガも牧村をかばって破壊。地球上で生き残ったのは牧村とロミだけであった。そして二人は、 スタッフ1時間45分から2時間かの鳥2772愛のコスモゾーン1980年公開の映画作品。手塚治虫が原案、構成、総監督を務めた。火の鳥法王編1986年公開。同時上映は、正木守監督の時空の旅人。ストーリーについては、執筆された作品を参照。声の出演スタッフ火の鳥。 ヤマト編1987年8月1日発売ストーリーについては執筆された作品を参照声の出演スタッフ日の鳥宇宙編1987年12月21日発売ストーリーについては執筆された作品を参照声の出演スタッフ2004年に手塚プロダクション制作 NHKBS ハイビジョンにて 本放送された。火の鳥を演じた、竹下恵子は、アニメ映画、火の鳥2772愛のコスモゾーン以来24年ぶりの、火の鳥での出演である。放送エピソードは、霊明編、復活編、異形編、太陽編、未来編。内容は一貫して、愛憎両面での不死関係ないしは、疑似不死関係を重視したものに大幅に短縮、改変され、 変によってはほぼ別物語に近いものもある。また、原作漫画の実験的表現は、ほぼ完全に廃されている。ハイビジョン制作、5.1CH サラウンド音声作品。NHK では、様々なチャンネルで何度も放送されている。ストーリーについては、執筆された作品を参照。声の出演スタッフ主題歌格割りスト手塚。 オサムワールドの300インチシアターにて上映されていたオリジナル短編アニメ。制作人はテレビアニメ版と一部同じだが、火の鳥の声優は変わっている。手塚プロダクション2004年7月17日21分スタッフ火の鳥から絆編は2012年に公開されたプラネタリウム専用アニメーション映画である。秋田県の白市、の白市子供館。 宮城県大崎市パレット大崎、茨城県つくば筑つくばエキスポセンターで上映。主人公の平凡な地球人の少年会は宇宙へ飛び立ったまま連絡が途絶えた父の帰りをずっと待っていた。しかし、父は10年経っても帰ってこなかった。ある日、そんな会の前に炎に包まれた不思議な鳥が現れる。会はその鳥と宇宙へと旅立つ。そして、会は、 父の愛を知る。スタッフ、愛媛県松山市は2019年より、道後温泉本館が大規模な保存修理工事を開始したのを機に、同年1月より、道後リボーンプロジェクトとして、手塚プロダクション、ポニーキャニオンと共同コラボレーション企画を展開。火の鳥をイメージキャラクターにしたキービジュアルや入浴券イラストが使用されるほか、同年5月からは、 手塚プロダクション制作によるオリジナルアニメーションを配信。アニメは全4話構成で永遠の命を持つ火の鳥が3000年にわたる道後温泉の歴史においてそれぞれの時代で人や神と関わる物語を描く。スタッフ制の出演活気に各話の登場人物及び概要も簡単に解説。プロローグ、大国主と少なびこなのから2019年5月23日より、 配信開始日本神話の時代。神である大国主は諸国を巡る旅の途中であったが、友である少なびこなのが熱を出して倒れてしまった。そこに現れた火の鳥が、二柱温泉に導き、癒す。元気になった二柱は、温泉の守り神となり、後々の世まで人々を見守ることとなる。第一話、聖徳太子来浴プロローグと一体化して、 同日に配信開始方向を6年10月、摂政として激務の日々を送る馬屋当時は大層疲れていた。そこに現れた老人が、御子温泉に導く。第二は、四季と漱石から2020年2月1日より、配信開始明治23年。当時の道後世の町町町である、伊佐庭和也は、老朽化していた道後温泉本館を100年後の世まで、 持たせたいという心意気で、利望ンに着手。腕の良い,い大工、坂本又八郎も、棟領として、改築に協力し、無事に本館は生まれ変わった。その五年後、正岡式は、持病の病を癒すため友人である、夏目漱石と共に、道後温泉を訪れ、俗に言う、ぐたふツアンで共に棟梁生活を送る。この数年後、式はぶっこする運命にあるが温泉に入って、 活力を得たことで、ほんの一時ではあるが命を長らえ、漱石は、四季と過ごした日々を忘れず、日本近代文学の礎を築いた。第三話、そして、未来へ、から2020年11月20日より、配信開始昭和元年。後に、自習の回祖として崇められる一辺承人は十、数年の諸国輸行を経て故郷である伊予の国に戻って、来た。 彼の精烈な強い思いに感じ入った火の鳥は一辺に啓示を与える。一辺は道後温泉の湯釜に文字を彫り、その周りで人々と共に楽しく踊る。時は流れ、物語は現代、そして未来の道後温泉を描く。二作品ともアニメ映画、火の鳥鳳凰編とのメディアミックス作品。パッケージやマニュアルの表紙に映画のイメージ画像が使われているほか、 手塚治虫に加えて映画の制作元である角川書店がクレジット表記されている。ありがとうございます。